こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品の代金を支払い後、商品が発送されずに購入先のアカウントを変更されました。再度、新しいアカウントを探して購入しましたが、アカウント削除されて逃げられました。対応方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、YouTube から視聴者様がね、 あの、質問というか悩みで来ましたので、ぜひですね、えー、回答させていただきます。えー、これはですね、えー、この方はヤフオクですね。で、あの、こういった状態になってしまったんですけど、えー、これですね、二度購入して商品を送ってもらえず代金を盗まれたってことは、これ立派なんですね、ハンですよ。で、あの、購入先の ID とか、わかるかちょっとわかんないんですけど、できればね、わか、持ってた方がいいですね。 で、もしですね、わからない場合は、ヤフオクにですね、連絡してください。はい。これはですね、あの、絶対履歴残ってますので、立派な犯罪です。はい。で、削除されていてもですね、コンピューターはですね、あの、復元できますので、これね、安心してください。はい。で、あの、ヤフオクはですね、基本的に対応は非常に遅いので、電話できないじゃないですか。なので、 最悪はですね、いいですかこれはですね、もう犯罪なんで、警察行きます。はい。で、警察に連絡してですね、であ、あとはですね、日本のですね、消費生活センターあったんですよ。で、公共機関ですね、これにですね、連絡していただいてですね、状況を言ってください。で、あの、ここからですね、消費生活センターから、まあ、赤紙ってあるんですよ。で、こういう状況でこういう風にしてってこうとで,ですね、あの対応してくださいっていう赤紙を送るとですね、 これを送るとですね、なんとですね、国が入ってくるんですよ。でヤフオクもですね、100%逃げれないので、ね、まあぜひね、こういった方法でですね、対応していたらいいかと思います。はい。なので、公共機関ですね、ヤフオクはですね、まあ合間な対応でしたら、警察またはね、消費生活センターにですね、対応していただいて、何かしら良いアイデアをもらえますので、ぜひね、試してみてください。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、 30分無料コンサル。10万円稼ぎのマリヒーマニアプレゼントします。なぜ10万円稼ぎか詳細に期待します。ぜひ楽しみにしてください。登録者にニックネームかうスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は、素早く見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。